バー2愛知県豊田宝飾バウナンバー3滋賀県東礼滋賀バウナンバー4東京都明治安田生命以上になります。今大会最後のレースとなりました青年男子脱出機フォア決勝がスタートしました。第1レーンが埼玉、埼玉県、埼玉選抜、第2レーンが愛知、豊田宝飾、第3レーンが滋賀、東礼滋賀、第4レーン東京、明治安田生命以上の4クルーが頂点を目指してスタートしています。まもなく 500m の標識を迎えようというところです。第4レーンの東京は先ほど女子の脱出機クオドルプルで明治安田生命女子優勝していますので、男子としてもここは優勝を狙いたいところ、それを防ごうと3チームもついていこうというところです。第1レーンの埼玉選抜、そしてその内側には第2レーン愛知トヨタ宝飾のクルーを見ることができます。男子脱出機フォア、それぞれ1本のオールを4人の選手が1本ずつ漕いでゴールへと向かっていきます。オールに非常に力が込められている印象があります。奥側、前に出ているのが滋賀、東礼滋賀のクルーです。そしてその奥側が第4レーン東京明治安田生命のクルーの姿を見ることができます。4分の3艇ほど東礼滋賀がトップに立っています。そこを追うように第1レーンの埼玉県選抜も出てきました。一番今後ろにいるのが第2レーンの愛知県豊田宝飾、今750を通過、残り250となります。1位は第3レーンの滋賀、東礼滋賀です。東礼滋賀を追うように第1レーンの埼玉選抜がここは追い上げてきました。さらにその奥側3位が第2レーンの愛知、第4レーンの東京もここは明治安田生命も続いていきます。ちょっとここは遅れたか。さらに前に映像が映っていきます。第3レーンの滋賀、東礼滋賀、さらに大外1番の埼玉選抜が今トップでゴールへと向かっていっているところです。残り250を切っています。男子青年男子脱出機フォアの決勝、さあ先頭リーダーのは第3レーンの東礼滋賀です。東礼滋賀が1着でフィニッシュ、続くように第1レーンの埼玉、さらに奥第4レーンの東京、愛知と第2レーンの愛知と続いていきました。白旗が上がりました。レースも無事終了ということになります。ただいまのレースは終了しました。このレースをもちまして一期一会栃木国体ボート競技会の全レースを終了いたします。3年ぶりの国体が無事終了できましたことにつきまして皆様のご協力に感謝申し上げます。また来年の鹿児島国体でお会いしましょう。すべてのレースがここで終了しました。脱出機フォア